画っぽく。異世界に転生した僕は特別な能力、鑑定スキルを持っていた。僕の使命は次期領主としてこの領地を守ること。でも気づいてしまった。僕の未来が全く明るくないことに。どこに行ってもマルカ人は迫害されてきましたから。僕にはリーチさんが必要なんです。隣で力を貸してほしいんです。あんたみたいなガキの手下なんて死んでもいい。私もあいつらにはお前が言ってたような未来を歩んでもらいたいから。こんなことなら僕なんか生まれてこなければよかった。君の武器はその頭脳なんだ。やっぱり僕も戦いに出なければ。アルスよ、お前はまだ戦士の顔になっておらん。僕は待て。何も分かっていなかった。僕は本当に未熟者だ。アルス様がいなかったら家族とも分かり合えないままだった。私の人生に意味を持たせてくれたのはアルスだ。命に代えてもアルス様を守ることを誓います。僕もみんなを守る力が欲しいんです。だから僕に力を貸してください。ほら行こう。アルス様の道は必ずや私が切り開きます。歩兵隊は上流へ、弓隊は前へ。これくらい余裕だ。誰であろうが全て私がぶっ潰しますわ。この手の情報収集は俺たちのお箱だ。へえ、やるじゃん。君一体何を企んでるの。今日よりこの私がローベント家の当主となる。テレビアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がる、上がるアニメ枠にて4月7日日曜夜11時30分から放送開始。